はい、皆さんこんにちは。バックトゥザフューチャーのね、デロリアンを作ろうイシュー38でございます。さて今回は何でしょうね。ちょっとワイヤーっぽいのがね、いろいろ入っておりますけども、あ、やっぱりそうですね、ワイヤリングですね。ワイヤリング、さあそれでは早速作っていきましょうかね。さてよ、三角のやつを、こうですね、こう、そして、ワイヤリングをすると、ワイヤーをね、はわせるだけ。大丈夫でしょうかね。だからシールを貼るのは後にして、逆側やっちゃいましょうね。逆側。こちらの、よいしょ、67センチ出して。これで完成でございます。ちょっとね、これね、ワイヤーが短いんでね、何とも言えないんで、ちょっとテープで留めるのはちょっとやめておきます。はい、後で分かったらテープでね貼りたいと思います。はい、といったことで、ワイヤリングはこれでおしまいです。ありがとうございます。そして、サッシの方を見ていきましょうかね。はい、そしてこれは一体なんだ、これが一体よくわからない。はい、それではサッシ見ていきましょうかね。はい、おお、メイキングザマクライス、2015ということなんですけども、これもこれがあれですよね、マーティマクライですね。2015年のマーティマクライスね。はい、ネクタイ2本してますけどね。ねえ、こんなのは流行らなかったですけどね、2015年の時には。はい、そしてこちらもね、デリー・トンプソンと、これはジョージなのか、これはジョージ・マクライなんでしょうかね。で、これ娘さんなんでしょうかね。これもマイケル・ジェイ・フォックス、こちらもマイケル・ジェイ・フォックス、でこれはリートンプソンですよね。はい、ということでね、はいはい、これはオーケストラの人の指揮者なんでしょうかね。
レオパルド・ストコフスキーさんね、エレクトリック・コンダクター、うん、なるほど、うん、この人はどういう、あれなんだろう、すみません、ちょっとわかりませんわかりませんので、不明ということで、はい。それでは今回は、31週38これでおしまいなんですけど、ちょっと不明なね、ところがありますので、後々解明したいと思います。この黒いのもなんだかよくわからないですし、ワイヤリングもちょっと短いような感じでしたのでね、不明な点がありましたので、後々ね、解明していきたいと思います。はい、ありがとうございました。